爆裂強い。もうなんやろね、本当にね。なんでこんなにね、こんなハイパイが、ああ、さあ、チム引いちゃいまして。さあ、リャンピンポン、リャンピンポンでも、トイメン役がない。ああ、さあ、テンパイ。あ、歪めた。トイメンがちょっと歪めてしまった。さあ、それ役がない。役がないときは何の間か確認、友人性なるほど。さあ、初が、ああ、さあ、ああ、そらそう。あ、責任払いね。うん。だからもう、とにかく役がないのにね、役がないのにそういう舐めたポンすると、やっぱりね、これ第三元宝珠になっちゃうんですよね、どうしてもね。普通に強いですね。形がいい。まあでも、まあ手なりじゃない。さすがにソーズ打てないよね。うん。赤ウソ含みのソーズは打てないんで。さあ、ペー抜きまして。あ、さあ、ローソー、ローソーで引きまして。さあ、ニアンコできましたね。さあ、ニアンコできまして。さあ、今、あ、さあ、これ無駄です。あ、これ惜しいね、これね。これ E1 があったらね、スーアンコいけたかなって感じなんですけどね。ちょっとこれミスったか？うん。さあ、ウーピン引きまして。さあ、ウーピン引きまして。あ、さあ、リャンピン引きまして。テンパイ。さあ、さあ、な、ローピン、スッチーピンローピンですね。ちょっとこれ、高め休みがある。あーだあ、なるほどね。E1 は、スーアンコのみになっちゃうから、いらなかったってことね。まあ、スーアンコのみよりスッタンの方がいいですからね、まあ。速やかにナン引いていただいてね。さあ、ナンがね、ナンが下茶持ってるんで、まあ、どうかなーって感じですかね。まあ、自敗、どうかなーって。あ、てか、下茶急走。あ、でもそうか。急走別にそんないらんか。で、下茶強いね。下茶いいシャンテンなんだが、ただこちらも、まあ、なんがちょっとネックだなーっていうところでありますけど、さあ、トンポンせず、さあ、割れ、あ、トンポンじゃないわ。カンせず、うん、カンせずで、こっち、ああ、さあ、ポン入りまして、さあ、なんがなぁ。いつ引けるかどうかゲーミングですね。うん、さあ、チューン引きまして、あ、チューン持ちましたね。まあ、一応、これ、まあ、でも別にシャボーでいいからね。なん引いてシャボーでも取れるし、まあ、チューン、ああ、さあ、チューンよーと。さあ、どこしたチュンが伸びまして。伸びる、ちょっと次あたりな、ここあたりなん、スッと、ああ、さあ、いけない。いけない、ちょっとやばいよ。このあたりで引いておかないと。このあたりで、スッと、ああ、さあ、いけない。アイテムバイ。さあ、チュンが全山。なんが1山ですかね。まあ、確率的に言うたら、チュンの方が高いんですけど、でもな、ああああ、高めでよかった。大通信までついてましたね。しかも、親ですね、これね。親なんで、まあ、追走大通信ということで、14万4000で。はい、玉の間ああ、そらよしよ。そら、ピン負担用つも取られちゃったらよしよ、それは。無駄に強い天砲なんですよね。中連かなあ、E ピンから打て、9ピンから打てばいいのに。うん、3ピン引いた時ロスですよってね。うん。まあでもまあ、もう関係ないよってね。うん。さあ、3層と E 層かな。うん、3層、E 層、E 層だと嬉しいから、E 層行きまして。E 層引きまして、E 層がどこに、2枚と、3層が、ああ、さあ、いいとき、ああ、じゃあ、いい。さあ、3層が、3枚かな ?3 層残り、3層じゃなかったも一応中連は確定してますね。どこ引いても中連は確定してて、まあ、できれば3層引いてほしいかなと。あー、でも無駄損してる。結構2回無駄損してしまった。ちょっとこの辺りでね、積もらないとか、まあ、すっと、あへへ、さあ、転売。あー、もうね、こんな順位、あもうね、もう7巡目とかで、ね、純正中連上がってみたいよね。なんでみんなこんなにズバズバ早いんやろね、ほんまに。スーアンコーチックかなみたいな。まあ、でも、いや、てかまあ、普通に考えたら初のみなんやけど。普通に考えたらね。普通に考えたらもうポンポンでね、もう、まあ、終わりかなみたいなところあるんですけど。さ、E1?あれ ?E1?あれなんか、見間違いかあれあれこれ、トツトツしちゃった違うか違うかさすがに違うかいや、どうやろなんか、ああ、もう完全に行ってんのね。もう完全にもう、その、想像に行っちゃってるね。ああ、なるほどね。あまあ、それやったら、まあ、確かに E1 やな。うん。さあ、いや、でもなんか、なんやかんやですごいいい手になってきた。かなり、ああ、さ、おっと、あれなんか、ズバズバ。ズバズバ引いてるんですけれども、さあ、ちなみに、ああ、さあ、イーソー一応持っといてもいいんじゃないかな。あ、別にイーソー持っててなんかそんな、うん、そんななんか邪魔なことあるかな、みたいなところはありますけどね。
さあ、そして、留意ぞ、酸素数層、スッと、あ、さあ、いかない。ちょっと最近ね、ちょっと数の精度がね、落ちてきてるんですよね。でもちょっとここで、スッと、あ、さあ、やばい、やめよう。もう、スッて言うのやめよう。もう全然いいかいか。あ、さあ、ここでいいだ。さあ、さあ、テンポ、あ、さあ、テンポ、一応ペンチ層、テンポ、ペンチ層ゼロですね。さあ、ゼロから、あ、テンポ、あ、さあ、ゼロからのテンポ、パーソーは、あ、でもラス1か。いや、パーソーラス1、さすがにきついよね。まあ、そして、あ、さあ、あラス1ならばその1枚積もらせればいいからね。いやもう災難やね。これでだってトリプルで9万6000でしょ。はい、銀の間で。いや、でも、まあ、でもまあ、これはさ、アイテンパイ。まあ、ダブルリーチにはなる。あ第3弦いけそうかな。第3弦からまあ、初がね。初引きたいなーってところなんですけれども、まあ、次あたりね、初が打たれる前に速やかに初を、スッと、あー、ちょ、あ、ちょ、しかもこれ名前出てたから隠すけども、動画になるから意味がない。動画になるから意味がない。さあ、そして、そうですね、初がでもまだ来てないな。初引きた、あー、初行きまして。さあ、初引きまして、から、でも初打たれてるんでね、まあ、ちょっと厳しいかな。一枚打たれちゃってるんで、まあ、できればね、その初捉えたかったんですけれども、さあ、行きまして、さあ、アイテンバイ。さあもう普通にパーソーでも強いんですが、よし。ああ、そらよしなんよな、だから。あドタカ別もね。ああ、まあまあ、パーソー数アンコウで、初ロン第三元だったんですけどね、初ツモは第三元数アンコウでドタカメなんですよね。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですが、めちゃめちゃ強い。いや、めちゃめちゃ強いんやけど。いや、めちゃめちゃ強いんやけどね。完全にもう、なんか手なりで進めていったらいいかなって感じでね。さあ、9ピン打ちまして、9ピン?あ、でも9ピン打つとね、ちょっと雀刀がね、なくなるから、まぁ、あ、ちょっと、あ、まあまあ、一応これで雀刀できたわけ。もう9ピンなんて打つから。9ピン以外やったらそれ打たなかったのにね。第三弦ですかね。まあ普通に染めれるんでね、まあ、無理に第三弦とか行かなくてもいいかなというところではありますけどね。さあペー抜いて、ああさあさあ白を打ちましたね。まあ、白を打ったということは第三弦では、いやいやいや玉の間なんでね、そんな別に第三弦とかも狙わないですよ。あ手なりです、玉の間なんでね。さすがにそんな普通に打つから、ああさあさあとさ手なりではあるんですけど、手なりではあるんですけれども、手なりでめちゃめちゃ強いっていう場合は、あさあ、テンパイ。さあ、テンパイします。さあ、6球ピン。さあ、あと、あさあ、じゃあ、追っかけリーチ。さあ、追っかけリーチで、さあ、リャムピン。リャムピン対6球ピンで、さあ、こちら、そう、ペー抜いてるんでね、めちゃめちゃ抜いてるんで、さあ、普通に強い。さあ、ドラ6ありますけれど、あさあ、ドラ 8? さあ、ドラ8までなりまして。これ、相手めちゃめちゃ怖い、ね。あさあ、ドラ。さあ、つもりは、あでもまあまあまあ、リーチつも、でもリーチつも初ドラ8裏よ。あ、まあ、あ、すいません、ペーだけでこちら、役満ですね。